ハグロ、従順洋艦。ハグロは、日本海軍の従順洋艦で、両高型従順洋艦の四番艦。その艦名は、山形県のでは三山の一つである、ハグロ山にちなんで命名された。ハグロは、三菱造船長崎造船所、現、三菱重工長崎造船所にて建造され、1929年、昭和4年4月25日に竣工した。なお、は、 艦内の調度品や塗装、通風設備を同時期に、長崎造船所で建造されてい客船浅間丸を参考にしたものとされ、イギリス海軍の影響が強かった艦内偽装を日本式に改めたものとなった。収益後のハグロは、第2艦隊第4戦隊に所属した。その後1931年、昭和6年に、肺炎の問題から煙突を延長する工事を行い、 1934年、昭和9年5月から1935年、昭和10年10月には、第一次改装を、1938年、昭和14年1月から同年12月にかけては、第二次改装を行い、広角砲や基銃、魚雷発射管といった兵装の乾燥や増設、環境構造の改正、航空設備の拡充や船体へのバルジ装着などを行った。 ハグロは1941年、昭和16年12月の太平洋、戦争開戦時には、第3艦隊、司令長官、高橋伊防中将、機関足柄、第5戦隊、司令官、高木武夫少将、機関、病校に所属し、フィリピン攻略、南方作戦、来院作戦に参加した。1942年、昭和17年1月4日、 第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊は、ジャワ方面攻略のためフィリピンのミンダナオトダバオマララグワンに集結していた。昼頃、B-17 型重爆の奇襲を受け、妙高が被弾して、中波、大型艦損傷第1号となった。妙高は内地へ開港され、5戦隊機関は、ナチに移った、2月20日修理完了。ナチ、ハグロは、 ジャワ攻略作戦に参加、東部ジャワ攻略戦団の輸送船38隻と、共に、ジャワ島へ向かった。2月27日、十十二洋艦2隻、那智、羽黒、ろ、軽従二洋艦2隻、神通、中、駆逐艦14隻、塩、さざ波、山風、高風、雪風、時津風、初風、天津風、村雨、さみだれ、春雨,雨,雨、夕立ち、雨雨雨雨 朝雲、グ雲でアブダ艦隊、重巡洋艦2、軽巡洋艦3、駆逐艦級と交戦する、スラバヤ沖海戦。第一次ヒル戦で、ハグロはイギリスの重巡洋艦エクセターに直撃弾を与え、速力低下に追い込んだ。だが、来撃戦は完全に失敗し、ナチはヒューマンエラーのため酸素魚雷を発射できなかった。ハグロは酸素魚雷本を発射するも、 敵艦隊の進路変更により命中せず、ハグロ推定、飛行長は、魚雷が、あさっての方向に走っていったぞと水雷長を、冷やかしたという。ただし、ランク畜艦コルテノールは、第二水雷戦隊、人数ではなくハグロの魚雷で撃沈されたとのみもある。同日の夜戦では、弾着観測機を収容中に、アブダ艦隊と遭遇、煙幕を展開して、かろうじて飛隊に成功した。 続く雷撃戦では、ナチが8本、ハグロも4本を発射。乱形順でロイテル、ジャワを撃沈した。3月1日の昼間戦闘では、残弾が少ないため足柄、妙光、雷、明け及び、流上艦最期の応援を得て、エクセター、エンカウンター、ポープを共同で撃沈した。 ランイン攻略成功後の日本海軍は、ニューギニア島の要所ポートモレスビー攻略を目指す、MO 作戦を、実施、同行のカエル攻略を起とした。これを迎撃すべく、アメリカ軍機動部隊が出動し、三五回海戦となった。5月8日、MO 機動部隊は、従順明光、MO 機動部隊機関、ハグロ、第5航空戦隊、司令官、原忠和少将、随格、 昇格、第六戦隊、第二小隊、5月4日、合流、絹笠、古高、駆逐漢字を、明けぼしぐれ、白露、夕暮れという戦力で、空母歴ントン、ヨークタウンを旗艦とするアメリカ軍第17、任務部隊と交戦した。アメリカ軍機は、グ黒を無視して昇格に殺到し、昇格を大破させ、グ黒の水雷長は、あの時は、空母。 昇格が爆撃されるのを見学に行ったようなものと回想している。6月上旬のミッドウェー海戦では、ナグモ機動部隊主力空母4隻、赤城、加賀、総流、飛龍喪失後、日本艦隊が退却する際の伝軍に指定される。妙高、ハグロは、第9駆逐隊、朝雲、夏雲、峰雲と共に1週間ほど、ミッドウェー海域に残り、牽制行動を実施した。 8月7日より、ガダルカナル島の戦いが始まると、第5戦隊もトラック白地へ進出、第2次ソロモン海戦など数々の海戦に参加した。1943年、昭和18年11月、アメリカ軍が上陸した、ブーゲンビル島近海の輸送船団を攻撃するため、妙高・ハグロで編成された第5戦隊は、水雷戦隊を率いて、 ラバウルを出撃したが、ブーゲンビル島沖でアメリカ艦隊と交戦、ブーゲンビル島沖海戦、ハグロも被弾した。トラック島空襲直前の1944年、昭和19年2月10日に、第5戦隊のハグロ、秒高、第4戦隊と第17駆逐隊はトラックを離れ、2月13日にパラオに到着。 ハグロは3月9日にバリックパパンに向けて出港し、3月12日に到着。ついでタラカンに向かい、それから3月22日にパラオに戻った。パラオ大空襲直前の3月29日にパラオを脱出し、ダバオを経由して4月9日にリンガハクチに着いた。5月11日未明、リンガハクチの日本艦隊は出港し、たびたびへ向かった。 第5戦隊は1日遅れで出航し、15日にタビタビに着いた。5月27日、アメリカ軍が美役に来航してきた。それを受けて29日に、今作戦が発令され、ハグロは警戒隊として作戦に参加した。5月30日にタビタビを出発し、31日にダバオに入港。6月2日にダバオを出撃し、陸軍部隊を乗せた。 輸送隊を護衛して、美役へ向かったが、3日に敵機に接触されたため、作戦は一時中止となり、警戒隊はラバオに戻った。9日、ハルマヘラ島、バチャンハクチに進出。12日には、今作戦に投入されることになった戦艦山と、武蔵などもバチャンハクチに到着したが、アメリカ軍のサイパンへの襲来により作戦中止となり、今作戦部隊は13日に、 バチャン白地を出港して16日に、小沢機動部隊と合流し、マリアナ沖海戦に参加した。6月19日、米潜水艦アルバコアの来撃により、小沢機動部隊機関大砲が大爆発を起こすと、司令長官、小沢寺三郎中将は、駆逐艦若月を経由して、羽黒絵城、正規を掲げた。その後、小沢中将は随格へ移動した。マリアナ沖海戦後は、 機動部隊と共に、日本本土に帰還。その後、妙高と共に、シンガポール方面に移動。リンガ博地での訓練を経て1944年、昭和19年10月には、冷凍機械戦に参加。10月25日のサマール沖海戦では、アメリカ護衛空母の艦載機によって2番報道に爆弾を受け損傷した。その後は、南西方面艦隊の指揮下に入り、 レーテを機械戦後シンガポールに軽流されていた、病行やオスと共に、シンガポールに待機していたが、ハグロの損傷は病、病タ高尾と比較して軽度であったので、南西方面艦隊に編入されていた、足柄などと同様に輸送作戦に従事することとなった。1945年、昭和20年5月12日、ハグロは陸軍の要請により、 アンダマン諸島への輸送任務に駆逐艦神風と共に出撃した。だが5月16日にイギリス海軍機の攻撃を受け損傷。翌17日マラッカ海峡にてイギリスのサマーズ、ビーナス、ビラーゴ、ベルラム、ビジラーントの5隻の駆逐艦隊と交戦したペナンオキ海戦。イギリス駆逐艦隊に主砲の命中弾を与えて先制するが イギリス駆逐艦隊の魚雷攻撃にあった。ただし、ハグロは損傷のために速度を制限せざるを得ない状況であり、戦場からの離脱を断念、追犯する神風を離脱させた。最終的に3本の魚雷がハグロに命中し、2時32分にハグロは選手部分から沈没してしまった。ハグロに同乗していた橋本慎太郎中将。 ハグロの艦長の杉浦義美重少将、機関長、五北牛松大祭下400名余りが潜没し、320名が引き返してきた神風に救助された。沈没後、60年近くを経て、2003年、平成15年に、ハグロの船体はダイバーによって、海面下66メートルで発見された。 船体は海底に、甲板が上にして着底しているが、船体上部の損傷は大きく、環境やマスト、煙突に、破壊の跡が確認できた。2005年、平成17年9月23日には、ペナント沖で、日英合同慰霊祭が開催された。2014年5月22日、マレーシアの英字誌、ザスターオンラインは、地元のサルベージ業者が2014年に、 十十二洋館ハグロ、軽十二洋館クマ、特設砲艦長調査丸を無断でサルベージし、スクラップとして売却していることを報道した。サルベージは無許可でゲリラ的に行われており、クレーン船を使って、脆くなった船体の一部をちぎって引き上げる手法で行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。